新さんとの6連戦第3戦目はベガ対ホンダ、これ結構きつい気がする。ジャックパンチ大好き、ジャックパンチ、えい痛い、ふう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 、割り込めません。ニープレスナイトミアしか割り込む術がない。うわやられた、これ結構まあガン待ちされたら相当きつい気もする。ガン待ちされなくても結構きつい気がするな。うわラッキー、あーもったいない、ジャックパンチピッチが地味に嫌だ。逃げる、ダブル2割り込みません、ナイス、チューキックチューキック、うわまた出てきた、うわもったいない、よしでも1ラウンド取り戻したぞ。ファイト、えいや、どすこい、あーやっぱりな、めり込みすぎた、ピヨった、嘘やろ、膝膝膝膝膝、これ終わってるわ、でも諦めたくない、やっぱり待ってるよな、待ちますよねそこは。さてさてお次はサンダーホーク対ザンギエフ、ザンギエフ対ザンギエフの時はなかなかいい勝ち方をできたので、サンダーホークにもそのまま流れでなんとかいい形を保ちたい。投げない、あえて投げない、今度は投げる、あえて投げないからの投げる、肘肘でめくれる、やっぱり、あ投げない、投げない、今のはガードガードになってるな。サンダーホークの短い立ち打ちキック、立ち打ちパンチ、立ち打ちキック、回す、ナイス、今のもぐるぐる回した、ナイスホーク。さあ本日もウルトラストリートファイター頑張っていきましょう。リュウ対ザンギフ、しゃがみ中キックで牽制をかけて飛ばせたいところ、ピュッター、うっ飛びからのコンボミス、やばい、あぶね、ここはしっかり対空で落としたいところだがあえて攻める。さあラウンド2、はい、よし、めくりからのコンボを狙っていきたい、飛ぶ飛ぶ、ウルツのザンギはな、上半身ダブルラリアット上半身無敵ないからな、追い込んでる追い込んでる、しかしシンク出ない、シンク出た、ガードさせて勝利。お次はザンギエフ対ザンギエフ、さあシンさんのザンギエフどう来るか、しまった、 DJ ステージは結構な明るいから画面が把握若干しにくいんだよな。魔法の立ち中キックには立ち台パンチで勝てる時がある、つかめんかった。ここはぐる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 回す、ぐるぐる回す、逆にやられちゃった、逆にファイナルアトミック逆にかまされたよ、マジか、投げー、さあめくり、ピヨッター、ここは完全に狙ってました、うおっ
と逆にスクリューのスクリューのつかみポーズ投げられたぞ。マジっすか。さあもう一丁もう一丁、ナイス、ミスター。最後はぐるぐる回す。まあ、あの状況だとぐるぐる回す一択に等しいな。第2戦シンさんとの6連戦、第2戦目はサガット対フェイロン。タイガーラッキー、ナイスナイスコンボ、ナイスコンボ。大体がアッパーカットだと今の距離はフルヒートしない可能性があると思った。タイガー2位、あ無理か、うわ配置で。きつい、うまい、今の弱足支援脚はうまい。めっちゃ暴れてた。ラウンド2止めるよね。タイガーアッパか、タイガー2、馬の高めに弱キック、うますぎ。あ無理か、無理、終始押されてんな。よし、うまい、ダメだ、終始押されてて何もできんかった。